度伊豆原の沖まで出ようかと思ってるが。やめとけ、海で猛虎にやられるぞ。太田家族も対馬壱岐のクロード様を知ってるか。壱岐の何だと。族を懲らしめる亡霊さ。木のごとき背丈で穂村のような眼、獅子の道で見たやつがいるらしい。さようなものがおるならば会ってみたいな。そして耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非常な男なのさ、黒手の陸ってのは。呪われてるんだ。ああ旅のお方、陸にはくれぐれもご用心くだされ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。うん、黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一ひらを斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真しらへ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、万の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の頭は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、ましらと共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船出。こと切れる前に陸はましらの鎧を壱岐の伊豆国家へ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を、猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。なんだその顔は。
亡霊でも見たのかよ。昨夜海がぼんやりと青く光ってたんだ。まるで鬼火が泳いでるようだった。お前のことだからネズミの小便を酒にしたんだろ。疑うならお前も行ってこい。あの光が見えたのは島の北東だ。災いが起きる兆しかもな。船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、堺の襲来について語る奴もいるらしい。堺の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。目が利くね。よく合ってるじゃないか。黙っとけ。嘘だ嘘だ嘘だ。あの時何ができた。もう手遅れだったんだよ。しるべなくさまようておるの。鎧といえど心の内までは守れはせん。頭は家に小便をかけた。それ以上不意に船が現れて俺たちに火の矢を幾度も放ったんだ。故郷も何もかも失ってしまった。むごいな。故郷はどこだ。西の海辺の中ほど。気をつけろ。奴らは人と見れば襲うぞ。ここにおれ。様子を探ってこよう。なんとか今日も生き延びた。お前か。こちらの精鋭を出せ。ガルチンサラシラクエン。今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。
ろいろなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。怪我はないか？これで勝ったと言えるのか？さあ父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は？あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が斬ったのは？お前が斬ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。
木の百姓、まるで下人だ。チュハルを休んで見つかった。対馬と同じもの操れるだろうか。バルチェラ、バルチェラ、
手の反射おい武道具靴外さあごカッチョルチェ見つかっておるぞ。殴られておるだけだ。父が殺された時も隠れておったな、ね、黙れ。侍が相手だったら策を練られるんだ。猛虎も侍のように突っ込むだけだったら今頃追い払えていたさ。侍が来ればよかったんだ。故郷を燃やされるのに変わりはないぞ。おい、あんたら見た顔だな。あいつ猛虎に下るって言って探しに出ちまった。裏切ったのか。いや、人違いだろう。ここから猛虎を追っ払っただろう。ついでに境取り手に行って仲間を助けてくれ。あいつに銭貸してんだ。なるほど。借銭はともかく、お主の仲間や取り手を猛虎に引き渡すわけにはいかん。なんとかしよう。
まれた。ゲスども、報いを受けよ。してしまった。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばによこした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。頭の罰を受けてたぞ。悪さをしたからな。それが追ってた。
走れ、ソラ。捕まった時、あの人が代わりに猿の世話をしていた年寄りです。どこにおった？猿岩を見渡せる古い野営です。猛虎は島の獣を捕らえてます。殺すつもりでしょうか？調べてみよう。お主は逃げよう。他に手立てはなかった。仲間を食わせなきゃならねえ。コモダで死んでくれりゃよかったものを。幻め。
潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。終わりはないのか。いつでも足立家を頼られる酒井殿の息子とあらば、お前は我が子同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたんだ。政子殿、恩美の咎ではない。で、陸の患者だ。もう俺を負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い。みんなに何をするか知ってんだよ。逃がしてやる。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主湊か。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主は陸の手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると陸の気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。陸が眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。
鎧のことは忘れな。あんたのためだ。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。
ゼミどもはなすすべなかったな。バカ。みんな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君の御尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。では、これにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね。お持ちください。お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは言わばないのですか。老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ。悲喜は好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ、吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。海が光っておる。
来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。火の矢が役に立つな。何者かの踏みだ。
した。亀と同じ。鎧といえど心の内までは守れはせん。毒の力だ。財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。嬉しいであろう。勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。神様、お導きを。さて、外へ出るか。その鎧、下にお似合いですな。
在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸の向こうにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。Thank you.
。